こんにちは。佐々木敏郎作、栗の花の咲く頃の5回目、最終回をお送りします。みつ、俺は来たのに泣いたりするな。泣くなら帰るで。しかし、笠三郎の方にも涙が伝わってきていた。そこに栗の木があるな。入ってくるとき、葉の雨だれが顔さかかって。笠三郎はそう言って、目のあたりを拭った。お父さん、今まで黙っていて、本当に申し訳のねえことで、恩を忘れたようなことして。何を水臭いこと言うんだ。それより、何だってこんなところにいるんだ。東京さでも行けばいいじゃねえか。こんなとこで俺の恥まで晒すより、東京さでも行けばいいじゃねえか。バカな奴らだ。東京さでも行って立派になってこう、十太郎。それも考えていたのです。しかし、お父さんの方に誰も稼ぎ手がいなくなることを考えたりして、バカな。稼がせるために忠太郎を蜜の婿にしたとなると、それこそ世間さ顔向けができなくなる。何も心配しねえで、自分たちだけ立派になってこう。それより、お父さんさ酒でも買ってきたら。蜜子はようやく顔を上げていった。酒か。酒なら飲んできたばかりだ。酒より話でもする方がいいで。笠三郎はそう言って止めたが、忠太郎は黙ってそそくさと出て行った。お父さん、本当に悪いことして。三つ子はまたそう言って布団に顔を当てた。何も悪いことなどねえで。忠太郎は、あれでなかなか偉いところのあるやつだ。俺も目をつけていたやつだ。こんな近くにいてや、何をしてんのもすぐわかってしまうから、東京さでも行って立派になってこう。この辺なら、俺の名を知っているやつもいるに違えねえが、お前がこんな豚小屋のようなところにいてや、俺だって気持ちがよくねえからな。お前の病気が治ったらすぐ、東京の補佐でも行くさ。ここで、寮費を稼ぎ貯めてから、お父さんにも相談して、それから東京の補佐でも。寮費を稼ぎ貯めるって、なんか仕事があんのか。金なら、100円は少しかけるけど、持ってきてやった。これで、どこへでも落ち着くんだな。父親の笠三郎はそう言って、たもとからそこへ金をつかみ出した。三つ子はギラギラと濡れた目に、脅威の表情を含んで、じっと父親の顔を見た。二人とも、そして何も言うことができなかった。三つ、お前は少し痩せたでねえか？笠三郎は、しばらくしてから娘の手を握った。雨の中を笠三郎は朝飯前に自分の家へ帰って炉端へ座ったまま黙っていた。三つはどうしていたかね。松代は不安そうにして聞いた。何も心配しねえでいいだ。笠三郎はそう言ったきりで、また黙り続けた。そこへ、近所の百姓女が来て、上がりがまちへ腰を下ろした。みつちゃんは、近頃、どこかへ行ってますか？百姓女はそう突然に聞いた。東京へ勉強にやりましたよ。
今時は女でも学問がないと馬鹿にされますでな。兄弟で言ってるんですわ。笠三郎はそうひげをひねりながら言った。その時、ふと笠三郎は昨日頬ひげの逆剃りをしていないのに気がついた。彼はひげをひねりながら立ち上がった。バカに栗の花の匂いがするな。松屋、今年の秋は栗をたくさん取って、東京さ勉強に行っている奴らに送ってやれよ。笠三郎はそう言いながら、カミソリと鏡とを持って縁側へ出て行った。これで佐々木敏郎作、栗の花の咲く頃を終了します。ありがとうございました。